こんにちは。ちょっと待ってね。開けるぞ。こんにちは、皆さん、ヤッホー。ちょっとね、すごいバタバタしてしまったよ。こんにちは。画質綺麗なのかな。ちょっと来ないよ。綺麗？やばいね。もう2022年も、もう今日あと残すところ何年何時間ってところまで。ごめん、今切っちゃった。こんにちは。あ、良いお年をありがとうございます。誰だろうか。オリニャンかな。タルタルソースもありがとうね。なんか花火を打ち上げていただいちゃって、あ、よいお年をありがとうございます。よいお年を。あの、今日は女の子は強いの MV が公開されたということで、ちょっとだけあの制服を着てみたよって感じです。でもそのなんだろう、なんかガチ制服感があんまないけど、一応着てみました。なんかそのカーディガンとか似たようなのがなかったから、一応色味だけね合わせたんですけど、どうでしょうか。推しにしてもいいですか。あ、もちろんです、ぜひお願いします。あ、そうです、実家にいます。実家です。まあもうあと何日とかでね帰らなきゃいけないけど、一応実家です。こんにちは。実家。あ、ひなたくんはちょっとわかんないですね。いないので。お蕎麦どうぞ。あ、お蕎麦ありがとう。良い年もありがとうございます。やっほー。クリアとかインタビューとか MV とかコンテンツが多かったけど全部見ました。あ、ありがとうございます。嬉しい、見てくださって。アメリヤッホー。はい、四季村ラブ。すごい、一回にめっちゃ詰まってる。ありがとう。オンツ、そう、オンツ用のあの服装をしてみた。似てる、似てる風風だけ。クリスマスライブはショルミで見ました。ありがとうございます。フォーミュラ大会のリポートたくさん見ました。ありがとうございます。ちょっとめっちゃ緊張しました、あれ。緊張しました。カラオケ配信はねしようかなと思ってるんですけど、ちょっと待ってください。楽しく完成してもらえたみたいで、救急車としてひめりさんファンで、さ、ファンとしても嬉しいです。あ、ありがとうございます。楽しかったです、とても。クリスマスライブの制服、そうなの、クリスマスライブの。でも暑くて暑くてって感じだった。あの、なんかさ、普段はまあ半袖とかじゃん、せめて長袖1枚とか。でもさ、長袖2枚着なきゃいけなくてさ、暑くてなのか、せめてやっぱポニーテールになってめっちゃ。ほんと？でもあれポニーテールじゃないんだけどね。そう、みんなにすごいな、ポニーテール好きですって言われるんですけど、あれはハーフアップなのでポニーテールではないんですよね。なんかポニーテールってさ、全部ないんだけど、私はちょっと後ろの髪の毛は残してたからポニーテールではないんだけども、すごく好評っていうのかな、なんか嬉しいです。はい、私はありがとうございます。今日断捨離したんだけど、ひめりちゃん断捨離できるタイプ。断捨離か。うん、今年は一人暮らしを始めてのあの、やっと、年明けになるから、そんなになんか断捨離するものもなくって感じで、その引っ越す時に断捨離したみたいな感じのところがあるからあれなんだけど、まあいらないものはいらないってしようと思って、割と捨てれるようにはなったんだけど、
ツインテ好きです。あ、どうですか。じゃあ2月2日のイベントがいいのでは。今日美術へ、本当嬉しい。ちょっとメイクしてからまださ時間が経ってなくて馴染んでないんだけど、ひめりさんいろんな髪型似合ってて素敵です。ありがとうございます。あ、みんなありがとうね。良いお年を。もうありがとう、みんなも良いお年を。あ、お蕎麦も、お蕎麦ありがとう。お蕎麦いただいちゃうよ。むしろ今年は物増えてそう。あ、どうだろうね。あ、実家の荷物はね全然なくてもまめ取ってくださってる方は分かると思うんですけど、本当にあのホテルみたいな部屋になっちゃいました。で、実家は別にテレビとかもなかったの、部屋に。でもその一人暮らしのお部屋はなんか、まあ、モニターみたいなさ YouTube とか見れるように持ってたから、一人暮らしのお家の方が充実はしてるんだろうなっていう、まあ、服とかも、服もね、冬服も残してあるんだけど、こっちに、実家にも。でも基本的に持ってちゃったからあんま服がないっていう。大掃除的、大掃除的なのは、あの実家はしてないんですけど、あの出かけるときに大掃除まではいかないけど、まあ掃除はして帰ってきました。あのなるべく掃除はしてきましたね。でもそんながっつりはしてないかもしれない。そう、壁の色でね実家って分かっちゃうから、まあ、別にバレてもいいんだけど、あの多めにあの帰ったんですって書いた感じでいいんだけど、すぐバレちゃうからね。物はそんな捨ててないかもね今年は。いるものといらないものの差があんまよく分かんないんだけどってなって、でも今年はなんだっけな、思い切ってって思って捨てたものはいっぱいある。なんか中学校の時とか高校の時とかは、え、でもまあ来年使うかもしれないみたいなものがあったんだけど、今年はもう使わなくないっていうことがあるから、結構使わないものはバイバイしましたね。デカリングライト、デカリングライトはこれですね。これがデカリングライトなんだけど、家にあるやつ、東京にあるやつはちっちゃめのリングライトなんだけど、家のやつめっちゃでかくて、こんなでかかったっけって毎回思うんだけど、これしかスタンドがないもので、でもね、なんかねネジがもうあんま良くなくてさ、早く買い替えるっていうか、もうお年なの、このリングライトちゃんもね。ももこママはよく声の出演するけど、ひめりママしないですねとか、あの私一人なこの部屋で、自分の部屋でやってるんだけど、そんな部屋に来ないと思う。そうですね、ウェンズデーとアダムスファミリーは一緒かな。でもなんかアダムスファミリーの家族の話なんだけど、また別のなんだろう、お話、世界線の話みたいな感じだから絶対嫌です、ママは呼びません。あの私そんなさ、お母さんと配信したりしないしから、私はあんまり出ない、出てこないと思います。お礼配信の時とかもたまになんか飲み物持ってきてもらったりはしたことあるけど、そんなここにいて一緒に配信するとかはあんまないかな。インスタグラムとか TikTok とか弟くんみたい。え、どういうこと？弟くんみたい。私弟くんなのかな？恥ずかしがり屋とかじゃないでしょ。出ないよ。お母さんは、関係ない方だから。恥ずかしくなっちゃうからね。したくないです。メンズで役の人のインタビュー動画で好き。あ、見た？それ。見ました。なんかさ、リビングでやってるのかな、みんなね配信ね。私はもう部屋で一人で配信 したいタイプなので。めいちゃんのメイクとかタイプなんだけど、コツとかあったら教えてる。コツ、コツなんだろう、
なんですかね、アイシャドウはそんなになんか普通にギラギラにもしてないし、なんかあのショールームだとちょっとあのブラウンっぽいけど、実物で見るとそんなになのね。でアイラインとかマスカラとかでなんか頑張ってるって感じ。なんだろうね、わかんないな。でアイラインはあまりなんだろう、垂れ目にはしてないです。前は垂れ目にしてたんだけど、最近は垂れ目にしてないです。もう垂れ目にはなれないってことが分かったので。もうなんかあの3人の誰が好きったら質問に日向くんって答えたら、やばいね、それはもう喜んじゃうんじゃない。喜んじゃいますわ。ひめちゃんの弟くんみたいあのリアルガチ弟、ガチ弟もあの日向も無理ですもう無理です、 NG です。ゆいちゃんのお顔になるのよ、どうしたいですか。あら、そんな優しいコメントありがとうございます。でもわかんない、顔どうなんだろう。私特徴があるって言ったらそうでもないんだけど、まあ離れ目とか。こんにちは、おんばありがとう、良いお年を。今見れないからこれだけ言いに来た。あ、ありがとう、良いお年や、おんばもありがとう。すーちゃんはさんまたするって、あーやめなさい、そんなこと言わないの。ガチ弟くんほぼひなとくんと同じ顔やん。嘘や、そうかなガチ弟くんは隣にはいますけど、はい、やっほー。そう、なんか今日ね涙袋をね、あのいつも服にしたいんだけど、なんかちえこ塗ったの、この目元に。そしたらなんかすごいいい感じになりました。顔一日貸してくださいいいですよ私のお顔でよければ。その間私の顔はどうするの、交換系。そんなさ、嬉しいよ、ありがとう、いつでもあげるよ。弟の出演はしないですから、なんでみんな逆にそんな私の弟を知ってるのかっていう話ですからね。出ないですよ、私の弟は。私は顔がしま、はい、じゃあここにはめ込んでいきましょうか。でも私ね、顔がすごい丸いから、みんなのその顔をはめ込んだら多分余白、なんかこのさ、みんなにはめてもここはめっちゃでかくなると思う、このここの部分が。いつかライブ行ってみたいです、ぜひ来てください。あ、まあね、テレビしてたけどめっちゃ前じゃない、何年前とかだよね。そうだ、あのもうねこれ今年最後の配信になるのであれなんですけど、まあ、そんなわわいっぱいお話ししても面白くないかなと思うんですけど、あのまずはあのスマッシュさんのあの目標達成本当にありがとうございました。スマッシュさんという配信アプリで70万ポイントを達成すると高猫で、あのいや渋谷野外ビジョン、渋谷駅周辺野外ビジョンにあの高猫があの掲載していただけるということで、あのすごい一生懸命頑張ってたんですけど、最後の最後までなかなかこうなんだろう、悩みというか大丈夫かなってなってたんですけど、皆さんのおかげで最終日って、まあ、2日しかなかったんだけど2日目のもうほんとほんと最後、夜の11時ぐらいになんとか達成いたしまして、本当にあの高猫のファンの皆さん本当にありがとうございました。そう、詳しい詳細とかはまだ分かんないんですけど、いつか皆さん楽しみにしててください。そうですね、ユニカビジョンにも、まあ、今掲載していただいてて、あの年末の関係でちょっとだけその放送というかが伸びたんですけど、あのぜひぜひ皆さん見に行ってみてください。ありがとうございます、達成。そうだよね、ちょっとねアプリが重かったりとかやり方が分からなかったりとかしてて、私も分かんなかったんですけど、ありがとうございました。
あ、ひなたくん似てる。あ、そう、弟なんですよ。そうですね、すごい楽しかったですけど、あんま決めにならなかったなっていうところはありました。カツラ感がね、あったけど。ひなたくんに出会って幸せです。あ、伝えておきますね。ありがとうございます。そんな喜んでましたよ、みんなに会えたって言って。俺も人気者やって言ってました。ひなたくんマジイケメンだ。ありがとう。喋り方も決まった。本当ですか？嬉しいですね。チェキはスリーショットですね、多分。クリスマスライブありがとう。2部2階席からたくさんペアで、ああ、ありがとうございます。2階席もね、見えましたよ。ありがとうございます。癒し系男子、あ、癒し系だった。個人的には凛とか癒し系なのかなと思ったんだけど、日向は結構なんか回してたね。 MC っていうんかな。 してました。こんにちは。じゃあもう本当今年はいろいろありすぎて、話すと本当に長々となっちゃうので、本当に今年は楽しかったぞっていう、幸せだったぞっていう意味を込めて、今日はたくさん歌いたいなと思います。今年はいろんな出来事があって、悲しいこともすごい嬉しいこともいろいろな感情が溢れた2022年だったなと思って、いや、あっという間に終わったって感じなんですけど、 個人的には高猫が始まってからそのスピードがすごくて、びっくりだぞって感じなんですけど、今からね、歌っていこうかなと思います。特になんか決めてなくて、 いい感じに、いつもみたいな感じで歌っていこうと思います。え、そうなの？高猫今年にね、そうなのよ、高猫は今年の7月に、まあ活動っていうかさ、私たちが集まって8月にデビューして、で今に至るんだけど、本当にびっくりよね。人生の中でどうだろう、なんだろう、まあ濃かったし、今までの中でもまあ毎年毎年濃いんですけど、もうすごい。でもまあ今年はなんか新しい一年って感じでしたね。進化っていうよりはなんか、その進化っていうか、もう変化みたいな感じだった。ラスタイルの時はなんか進化の年みたいな、毎年これがあって、で今年はこれに出れてみたいな、こうなっていて、でこうでみたいな感じだったけど、今年はなんかね、変化だったから、また一から作り上げていくっていう気持ちの方が大きくて、そういう感情が多かったかな。うん、なんか周りの環境も変わったし、メンバーも変わったし、まあある意味ね、変わったり、一緒に活動していく仲間がまあ変わっていって、初めての人たちとこう話をするのもすごい変化があるし、私、まあ、歌のテイストとかも変わっていったり、ダンスの系統も変わっ、振り付けも変わったりしたし、まあ自分の立ち位置も若干変化したしっていう感じでね、思いました。あ、ヘッドホンは分かんないです。 そんな気にならないでください。いいのがあったら買いますよ。そうね、キャプテンになったりしましたし、でもなんか今日ね、高猫のなんかその年齢順みたいな、その誕生日とかを混ぜ合わせたその年齢順みたいなのをパッて見たのよ。そしたら私、下から4番目だったの。10人いて下から4番目だったの、私。
まあ、そう同級生はいっぱいいるんだけど、年齢で合わせていくと私4番目は下からね、えキャプテンだよねってなって、私意外とここだったんだって思っちゃいました。なおちゃんとかより年下だしね、なんかすごい不思議な感じだったっていうお話です。私は高猫としてだとサーラちゃんの、サーラちゃんの次にあのお年上なだからさ、私そんな、ああ4番目かと思ってなんかあ4番目なんだなと思った。いやもうまだまだ若いよっていうのはもう通用しないんですね、私の私もその精神年齢で言うとすごいおばさんになっちゃうから、すごいなんかね自分ではあんま思わないんだけど、すごい言われるの、めちゃあんまね40歳ぐらいかなって言われることがすごくて、あんま分かんないんだけど、アイドル歴はまあそうだね、アイドル歴は一番長いかな、3月生まれだから、そうそうそう、早生まれでも結構多いんだけどね高根子。そう下から4番目、まあ、同級生多いからそんな別に年下っていう感じではないんだけど、そう同級生の中ではいっちゃん下同級生がいる中のいっちゃん下なんですよ。そうなんですね、だからなんか不思議な感じって感じで、私ここなんだって、もうさ自分の中ではさそんなこう、まあ、同級生って思ってたから、年齢にしたら私ここなんだと思って、なんか面白いなと思ったそうすごいね言われるんだよね、ヤスタイルの時はすごいメンバーに言われてたの、ゆめりはなんか見た目はバブだけど中身はあのおばちゃんだよねって言われることが多くて、それは褒め言葉なのっていう、どど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 っちっていうさことがよくあったんだけど褒め言葉として受け取っときますね。こんにちは。その本当に年齢順でいくと、まあ、年少組になっていくっていう、半分に分けましょうってなったらね、コナン君に、そうコナン君にね寄せてるのかもしれない。あてか歌うね、そう忘れてた、ごめんごめん忘れてた。でね、お正月の童謡あれ、もういくつ寝るとって書いてるよ、お正月お正月には、それ2位なんだけど、みんな歌ってるってこと褒められてない、褒められてない、みんなお正月の歌歌ってるってことなのかな、2位なんだけど君がいれば、君がいれば、歌えるか分かんないんだけどさ、まあそのチャレンジ、朝歌う、嘘、お正月2位なんだけど、あ、あ、できてる、あ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 、いけた、あ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 、お正月歌う、あ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 、いけるかな、
Thank you.
ちょっと待ってね。あ、これにします。オッケーオッケI'm not afraid to die.
縛りとかじゃないんだけど、なんか混ざっちゃったね。ギュッと詰まっちゃったね。ちょっと待ってね。汗の。じゃあこれにしまーす。Final score.
ることもそれず、まるで咲いた花が次の季節迎えるために散ってゆくように、さよならからその言葉かき消すほど憎み続けて、寂しさ流してくようなファイナルスコア大好きだよ、離れててもいつもそばで生きてるように、ブレブレと声を枯らし叫ぶよいつまでも、私が最近ねめちゃ聴いてる曲にするじゃん。次次すみだれよ教えてくれ、曇り空に叫んでた、山積もりか山ないのか、先のことはわからないまま、すみだれ式に10月の歌歌わないよ。いつの日か
このドアを、もう最近さ、サミダレヨしか聞いてないぐらい好き。あとヒゲダンさんのサブタイトルを最近聞くけど、最近ほんとそればっかり。なんだろうな、じゃあこれにします。ソロコンサート来てくれてありがとうございます。飾られるなら、
この曲もね、大好きです。私もとっても大好きです。なんだろうな。じゃあこれにしようかな。楽しんでくださいっていう気持ちでこれにします。
長いんですねこれね。はい、気まずくないから。Yes, what am I? 夢の翼を広げ Praise する自分を持ち破れ。
まあでもこの辺までは多分盛り上がると思う。ちょっと待ってね、いくぞ。懐かしいんだけど、でもこの辺あれかな、こういうのってなんか MC とか入れた方がいいのかな、MC とかなんか瀬戸利別に決めてないんだけど、なんかパッて思い出したやつを、なんかあの1年の振り返りだから、なんか結構いろんな曲を混ぜ混ぜしようと思います。
でちょっと静か系、かっこいい系あります。
連続ですがこちらです。ラを使われて強烈なパンチを振らってよろけて肩を並べうずくまった夜通りの雨にお前はにやけて傷口が綺麗になるなんて嘘をついつも口喧嘩さえうまくできない癖して前の隣には立てないから相手がなんであれ気負わない何度なされても諦めない忘れるな忘れるなと言い聞かせ続けたのにで歌うやつじゃないよね。腹筋痛いぞ。ふん。すごいですよね。なんだろうな。じゃあこれにしよっかな。これにします。腹筋痛い本当に。腹筋腹筋。色はこの恋かの
じゃあこれやりまーす。これやりまーす。消極的だね。たったの一度の人生じゃないか。負けることない挑戦だなんて意味ないじゃないか。苦手意識無意識臆病は風吹いちゃって悲観的だね。たったの一度の失敗じゃないか。挫折知らない人間だなんて尋常じゃないさ。現状維持様子見そう。じゃないか。忘れられない屈辱だなんて上等じゃないか。過剰までの知識常に自分に活かせ。
じゃあこれにします。ちょっと巻き戻しちゃうぞって感じで、ちょっと巻き戻しちゃうぞ。
なんだろうかな、どうしようね、ちょっと待ってね。あれ、ああ行き過ぎたよね、絶対ね。この辺なんだけどさ、ちょっと調べてるんだけど出てこないんだよね。あ、分かった、間違えた、こっちだ。じゃあちょっとこれあれだけど、不安だけど、ちょっと一回やってみます。頑張れ土曜。Oh,
あ、そうだ、これをやろうと思ったんだ、忘れてた。あのあ、なんだっけ、あれあれれれれ、あ、待って、これだ、へへへ、みんながちょっと張ってました。うつむくその背中に痛い屋根が突き刺さる、祈る想いで見ていた、この世にもしも傘がたった一つだと好きでね、カラオケとかでもたまに歌うんだけど、友達と行くと毎回、え、これ歌詞あるのって言われる曲です。ありますよ、すごいあのいい歌詞なんですから。すごいなんかそのあなたのためなら私濡れても大丈夫だよっていう、そのもうかっこいいイケメンなんですね。雨に濡れてもいいでっていうかっこいいコナンの曲なんですよ。一曲ですから。一曲ですから。ねえ、何で昨日あなたのメールを読みましたら、あの日you
これいこう。でれん。みんなが絶対に盛り上がるやつにするね。じゃあちょっとペンライトとか持ってきちゃおうかな。まあ今更って感じだけどね。これをね、あの授かったので、これ使えるのかな。あー、まぶしい。これを使います。こちら、まあみんなも持ってきてください。あ、全然違います。ちょっと、あ、ナスタイじゃないの、ごめんなさいね。残酷な天使のように少年よ、しほら怖いじゃん。青い風が今胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて微笑んでる。あなた、そっと触れるもの、求めることに夢中で、運命さえ私らI'm sorry.
類あんま反射しないね。そうさ、多分さ、ちょっと怖いからやめたいんだけど、ちょっと待って待って。やっぱこれやると私はこっちもやりたくなっちゃうっていうね。でもね、これね本当にねずっとね不安なんだよね。そう、これずっとさ不安なんだが、一回も自信を持って歌うことができないけど大好きなんだ。よっしゃ行くぜ。怖い、使ったよ。これどうしよう。私に帰りなさい、記憶をたどり、優しさと夢の源へ、もう一度星に生まれるために。
なくて暗くなってきた。この光で。電気つけようかな。まだ耐える。耐える。じゃあね、これもやっとく。これやったっけか、やってないよね。なんかこのライトあんま好きくないかも。まあいいか。これは何色ですか？指定をください。
じゃあ次は何色なのか分かんないけど、ちょっとこれ私好きだからやりますね。じゃあこれ何色か教えてくださいね。これ何色？白とか青？何色？これ何色ですか？なんだろうな。まあでももうあれよね、終盤よね。あ、じゃあこれいっときましょう。できるかな。できるはできるけど、ちょ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 、どこにあるの。まあまあこれはね、もう色決まってるよって、色決まってるよって、そうやります。
行くぜ。これみんな推しのやつをやってください。ドキドキだんだん不思議な力が湧いたらどうしよう。びっくりびっくりビビン、なんだかとっても素敵でいいでしょ。楽しいですね。じゃあちょっとこの流れで行かせていただくけど、ちょっとこれはもう私が好きな好きではメドレーで申し訳ないかもって感じです。知らない方もいると思うんですけど知ってください。忘れ物ひさ
主題歌って。これもね可愛いよ。入っちゃって。じゃあこれ最後にしますね。もうめっちゃやってるよね。2時間半とかやらせていただいちゃってるので最後にしますね。何がいいかな。じゃあこれにしようか。まあ、せっかくペンライト持ってきたしね。ってことで、じゃあ最後これにしまーす。やばい、間に合わない。あ、いけた。うん、うん、うん。生きていいことあるもんだ。ということで、今年最後の曲はこちらになります。愛をしろです。2022年もたくさんの愛を本当にありがとうございます。最後まで楽しんでいきましょう。自分のことがずっと嫌いだったんだ。死んでしまいたいと思ってた。やりたいことなんか別に何もなかったし、将来の夢を考えたこともなかった。学校なんかなくなればいい。友達と一人も欲しくない。どうして僕は生まれたのか。命の使い道を持て余している。胸でしかない膨大な時間と怒りと絶望を紛らすには無用な感
な存在目の前にいる君も抱きしめたいと思ったこれが愛としても一人の自分に気づく Oh, oh.動物のもかいる誰かと話したいなんて理由で隠し明日のことなんか楽しみにしたことなかった未来はいつだって言って世の中は面倒だと思ってたどうして人は生きるんだろう何を残したいって言うんだ大体一度きりの人生もんじゃないってことさそうよや今になってわかった気がするよ君の胸で泣かせてくれ今日ができてよかったなんて素敵な世界だろうぬくもりに僕は包まれてるずっと探していた生きがいはそこにあったこれが幸せなんだ聞かせてくれてありがとう大好きだやっと出会った大事な人がどっかにいる大好きだ君のために生きる君と出会って泣けてきたなぜか涙が止まらない心を閉ざしてた僕が同じ旅を感じた存在目の前にいる君も抱きしめたいと思ったこれが愛としても一人の君の胸で泣かせてくれ今日まで生きててよかったなんて素敵な世界だろうぬくもりに僕は包まれてるずっと探していた変わっちゃうんだけど。変わってしまうわ。じゃあなんかね申し訳ないんだけど、なんかこれで最後の曲なこれなのっていう、まあ、確かになってから感じなんで、ちょっと下手本当に下手なんだけど、まあ、これやりたいと思います。これ本当に最後ね。好きになってもっと私を見てもっと恩返しは愛のこもった嘆き素で気のせいじゃない目は合ってるよハート作って恋しちゃってください やれることなんてします NG なしで大変
また会えるよね約束。優しさに溢れている言葉も心ない誰かの言葉さえも必要なんだ必要なんだ強くなろう好きに叫べもっと楽しんじゃえもっと忘れないで特別な日になりますように共に歌おうずっと共に歩もうずっと最後に、本当にもう2022年はたくさんの方に出会ってたくさんの方に支えられて頑張れましたあー虹誰だろうありがとうねベルニャンペルニャンありがとうありがとうございますよいお年をもありがとうございますあの2023年もより頑張っていきたいなと思っているので皆様ぜひぜひこれからも応援の方よろしくお願いいたしますもうまたでライブ会場とかで青いペンライトが見られる2023年をすごく楽しみにしておりますのでこれからも配信のねコメントだったりとかリプのコメントだったりとかライブに来てくださったりとかもう一緒にお話できたら嬉しいなと思いますということで皆さん良いお年をなんですけど最後にランキングを読みますねじゃあ今年最後のランキングを読ませていただきたいと思いますいきます13位ゴリニャンありがとう12位タチュピありがとう待って待って何これこれなんかすごいよあミッドナイトパーティーありがとうなんか行くって言ってるけどありがとうあそういうことか今年トラ年だからあタナピンさんもありがとうあれかなウサギ年に行くってことかなありがとうございます本当にちょっとね今ね髪がなくてちょっとあれなんでちょっとこちらで書かせていただきますねありがとうございます本当にありがとうありがとうちょっと待ってくださいこれでねああじゃあもう一回ランキングを読ませていただくかな帰ってゆくそういうことね先年に向かってゆくよっていう感じかな感じかなとか言ってトラむずいねクマさんでもいいかなクマさんにさせて間違えたクマさんクマさんちょっとお絵かきタイムさせていただいてるごめんねあお腹がお腹が鳴っちゃうわミッドナイトパーティークマありがとう見えるかなありがとうありがとうございますありがとう。じゃじゃん。ありがとうございます。そして。あ、
れれれれ、こうだわ。じゃあちょっと次は緑にしよっかな。あ、うさぎだからピンクにしよっか。ピンクで描かせていただきますね。タナピーさんありがとうございます。良いお年を。もう皆さんありがとうございます。たくさんね、良いお年をいただいて、私は年越しそばを食べる予定です。でも今めっちゃ制服の格好してるんですけど、ちゃんと着替えた方がいいですよね。私制服、学生じゃない人が制服で年越すのは良くないので着替えます。タナピーさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。あ、3000人も超えたって、ありがとうございます。見てくださってる皆さんありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそです。あ、クマさんで大丈夫ですよってくれてた、ありがとう、ありがとうございます。じゃあ最後の、本当に本当に最後のランキングを読ませていただきますね。皆さんありがとうございます。じゃあ行きます。13位ウリボー、12位フータロー、11位オドリー、10位タルタルソース、9位タカゾー、8位ロド、7位アポロン、6位T494846、 5位日向やで、4位石井優也、3位牛タン、2位ミッドナイトパーティー、そして1位タナピーさん、ありがとうございます。タナピーということで、2022年ラストの配信、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。楽しみでいただけましたか。楽しんでいただけたんですか、でしょうか。ありがとうございます。皆さんも今日は多分年越しすると思うんですけど、みんなでゆっくり、電池がなかったよ、充電がないよって感じで、もうやばいですね。本当にありがとうございました。じゃあ皆様良いお年を、良いお年を、良いお年を。